おはようございます。 FX の相場解説をご覧の皆様、速稼塾の小林です。そして FX の基礎講座にお申し込みの方、本当にありがとうございます。32名の方を確認しております。もう締め切りもね、明日にはもうしてしまいますので、ご決断つかない方はね、次回に見送るか、まあこの度ね、えいやと参加してみていただきたいかなというところでございます。まあ繰り返しますけども、ブックオフで本を買ってきて、それでね、ご自身でされても全然基礎っていうのは身につくと思いますよ。でもその方法で基礎が身につかなかったから今ここにねいると思うんですよ。まあですので、これを機会に別のね、情報の受け取り方、基礎情報の受け取り方ってのをしてみたらどうかなと思います。案外耳学問と言いましてね、私の動画を聞いた方がもしかしたら FX の基礎用語覚えやすいのかもしれないですね。わかりませんけどね。はい、それではね、相場解説の方に移ります。はい、画面切り替えます。どうもね、今月はね、まだ1回もエントリーできてないんですよ。苦しいですよ。ですんで、慎重に週足を日々追っていきますね。これ週足です。週足のポイントはいつも言いますけども、こういうところだと私は思うんですよね。ここでも反転しましたしね。はい、その後なんですけども、もう一つ補助線を引きたいのが、これがね、売りにずっとなっているってことなんですよ。重要なポイントは全て売りだと思います。ここら辺からこう引けばいいのかな。こうですね。移動平均線も3本とも売りの方に傾いてるでしょ。移動平均線だから週足が売りなら売りなんですよ。ただ売りの中でも上下しながら、ギザギザしながら売りに向かいますんで、こういう風に、せっかく全体像では売りって分かってるのに、その細かい時間軸でね、逆撃を食らってロスカットの連続ってこともありますんで、それをなくすために細かい時間軸を見ていきますよ。はい、ではデイリーです。デイリーもおおむね、ほら、このポイント見てください。こことかここが下がっていってるでしょ。こういうふうに下がっていってる、下がっていってるわけなんですよ。まあでもここの V の字が今度はね、まあ、こことここ結ぶとちょっと角度が緩やかになってきてるのと、大きなひげを出して、そっからね、シングルトップ、シングルボトムかで、シングルボトムって初めて言いますけども、大きなひげを出してですね、その反対方向に行っている現象を私はそういうふうに名付けています。これは基礎用語でも何でもないです。私が勝手に何回も出てくるんでそう思ってるんですよ。シングルボトム、ちょっとお見せしましょうか。シングルボトム、シングルボトムはここ1本しか下に下がっているヒゲがないのに、その勢いがその後大きく出てるってことですよね。で、場合によってはこれをね、ダブルボトムと見ます。私は、これは私の手法です。だからダブルボトムが、今始まったのかなというふうに考えることもできますけども、ネックライン、ここを超えるまではなんとも思いません。今ちょっと向かってる途中ですけどね、ここを越えたらズバーンと抜けるかなと、まあ、抜けるのはここ次第なんですけどもね。まあこれが日足に対する私の分析です。皆さんどうですかね。あ、ちなみにこのままでいくとここ包み足になりますよ。包み足で上昇、しかも下ヒゲがありますんで、大きく上に傾向にあるかなってことです。上に行く傾向にね。で、次は4時間です。4時間は私は考え方を変えないといけないところができました。というのが、こういうふうななだらかなね、下落波動をこれから形成するのかなと思ってたんですけども、ここ下落しそうな雰囲気は出したんですけども、移動平均線は上昇に向かってますよね。で、あとここを抜けて上の方に向かいましたんで、これはブレイクが始まったと考えることもできるんですよ。じゃあ完全なブレイクってのはどこで判断するかってことですけども、こうですよね。ここを超えたばかりは、超えた時には大きな買いで私はね、エントリーします。今週もね、もう終わってしまおうかっていう時に、まだ 今月1回もエントリーできてないのは痛いですね。このままだと私のエントリーは12日、13日ぐらいから始まるってことになりますので、賞味3週間ぐらいしか勝負できないぞ。ちょっとこれはね、今月の売り上げ10万円ぐらいになることも覚悟しないといけないですよね。10万円はちょっと死守していきましょう。はい、では個人的な儲けのことを置いといて、1時間足です。
一時監視は完全ブレイクしましたね。見る点はここ、ここ、ここです。ゾーンを引くなら、こんな感じになると思いますよ。で、ここを抜けた後に、N を書くようにして、今勢いづいてるところです。あとはここを抜けるかどうかが、貯金の緊張感のあるところですよね。ここを超えるのかどうか。ここを超えれば上昇で見ていきますけども、こう超えずに下の方に行くようでしたらね、まだもうちょっと様子を見ていかないといけないかなと思います。というのがピンポーンとさらに勢いつけて上に行くこともあるからなんですよ。ちょっと難しいですねいかがだったですか。あのね、今月はいきなりね難しいですね。一つにはファンダメンタルっていうことがあるのかもしれません。私がファンダメンタルってことを言い出したら相当苦しんでると思ってください。トランプさんの入院退院っていうことがね、大きく関わってドカーンと下がった後でボーンと上がりましたよね。これによって私の、なんですかね、考えてる範疇のテクニカルっていうのはもうね壊れてきてるんですよね。ですんでちょっと分かんないですね。苦戦してます。この状況下でエントリーするところがちょっと見つかんないんですよ。そのレンジとは違った難しさですね。これはトレンドがそこそこ形成されつつあるのに、でもそれが今終わるんじゃないだろうか、明日終わるんじゃないだろうかっていうね、狼狽心からエントリーできないってことです。今までの相場解説のエントリーっていうのはしばらく続くだろうからロスカットを食らうまでバイを続けていきましょうみたいなね、非常に分かりやすい解説だったんですけども、今月はね私苦労しますね。一回もエントリーできてないです。ということで、今日はね、弱気な私の相場解説になりました。それではね、こんな弱気な後で、また宣伝ですけども、FX の基礎講座、ね。どんなに相場が難しくて不安でも、基礎を覚えるのは、関係ないですからね。基礎をしっかり身につけて、難しい相場の時にはきちんとね、やらないっていう選択ができるようになってほしいと思います。こういう時でもやっちゃう人いるでしょ。こういう時は今はねちょっと難しいですね。月が変わって10月から、今日8日ですよ。8日まで1週間やる時が私は見出せませんでした。それではね、今回は以上です。失礼します。